皆さんこんばんこばは、えー、はるかチャンネルです、えー、今、緊急でですね、動画を回させてもらってます。えー、なぜかというと、竹内優子さんのですね、えー、インスタグラムに隠された暗号を一つ、えー、解読したいなと、ご紹介したいなと思っての動画です。今、三浦春馬くんのですね、日本製のアナグラム解読、えー、進めています。 えちょっと間で、えー、竹内優子さんもですね、まあ、同じようなやり方でやるとこういったアナグラムの暗号がですね見えてくる、えー、そういったところをちょっとお見せしたくてですね今動画を回させていただいてます、えー、画面の通り進めさせていただきます竹内優子さんのインスタグラムに隠された暗号三浦春馬さんとの関連性は ということで、す、え、べ、ー、ては、明智じ九郎さんが、あー、解読をされたものです。この資料は、もうすでに、えー、公表されているもので、皆さんが自由にダウンロードできるものになっています。えー、ダウンロード先は、又吉京太さんの YouTube、えー、概要欄の方に、えー、貼ってあるので、ダウンロードしてみ、えー、てください。えー、たけ子さんの事件。 えー、これもとても不可解な謎だらけの事件でした詳細については報道されている以上の情報はありませんが、えー、ふと竹内優子さんのインスタグラムを見,た見てみたところとても驚きの発見がありましたよと、えー、明智慎吾郎さんという方がおっしゃってます三浦晴馬さんのインスタや歌詞や著書には暗号がある、えー、ということを、えー、こちらに 書かせていただきましたがこちらというまま資料の方にですね <laughs> まそれと同様に竹内子さんのインスタグラムからも春馬さんと同じ全く同じ暗号手法で秘密のメッセージが、えー、紡がれていました、えー、もはや壮大なミステリーですで、えっ、ー、と初めて、えー、この配信を見る方もいらっしゃるかと思うんですが、えー、まずアナグラムの暗号 解読方法についてですまず目の後ろにある字、えー、アナグラム暗号解読方法ということで、えー、1、えー、目が含まれる漢字の後ろの文字を拾う2漢字も全てひらがなに直す3文字をなれび変えるカッアナグラム41文字も残さず使い切る えー、2020年4月5日の三浦晴馬さんインスタグラム投稿で暗号鍵が公開されましたあということですね。で、えー、目がですね、含まれる漢字、えー、とはですね、えー、ご覧の通りのような感じです。この馬とかね、まあ、皿。 えーまあ、そのほか見てみるとですねちゃんと「目」っていう漢字が入ってますよねでこの漢字をま,あ、まず、えー、見つけてですねその漢字の次にある言葉を抜き出すとでそれをひらがなに全部なな直し、えー、また、えー、正しい文章に並べ替えるとそ,しそうすると、えー、本人が言いたいメッセージが え見えてくると。ということで早速ですが竹内優子さんのインスタグラムから見つかった暗号をご紹介したいと思います。三浦晴馬さんの暗号と同じ手法の目の後ろの字アナグラムと文章の語尾縦読み使用している漢字やワードを英語に変換した時の意味が暗号になっていて、えー、難しいですがまずはさらっと読んでみてください。 と語っっていいらっしゃいます、えー、まずこの画面は竹内結子さんのインスタグラムです。開いた時の竹内結子さんのインスタグラムのアカウントですね。で、えー、この中のですね、えー、今日はこの投稿です。 これは2019年の11月22日に投稿されていた「えー、決算中心蔵」映画のね、えー、様子が分かる投稿でございます。でこの投稿の時にですね竹内子さんが、えー コメント欄というか、えー、文章として、えー、残していたものが画面の通りです。ちょっと読んでみます。え討ち入りにお金がいるのなんで当たり前のことなのに私は考えたことなかった。なのでこのお話すんごく面白いです。大石竜の役で出演しております。 倉之助さんちの家族写真長介さんと記念写真チームバチスタの栄光からお世話になってます中村義弘監督「ハッシュタグ決算中心蔵」「中心蔵」「大石蔵之助」「野党長介」こういった文章で投稿されてます でこの文章をさっき言ったようにですね、えー、目という漢字の次にある文字を、えー、今画面の通り丸で囲んでます。何個かありますよね。 そして、えー、一番1行目の漢字がですね、目が含まれる漢字です。そして、えー、その次にある文字を抜き出したのが2行目です。で、えー、3行目ですね、す、え、べ、ー、てひらがなに直しています。読んでいます。るさ、長幸と、苦血中止 です4行目これをちゃんとした言葉に並び替えます。直受け調査中止自殺取るということで黄色いですね四角い枠の中に漢字に直した新しい文章を直受け調査中止自殺取る。 こういった文章にすることができますこの文章を受けて考察をしてみるとどこか捜査機関の調査を受けていたけれどそれを中止して自殺という手段を取るという意味が考えられますしかしこうやって暗号として残していることから単純な自殺ということでは なさそうです、えー、また縦読みで「えー、エトナ」「エトナ火山、えー」2行目の「あ」「私なす」「私」を「死」と読んで「あしなす」すなわち「あしなしなす」シナシナ「足なしなす」の「あしなしなす」。 ように読むことができます。えー、と縦読みの部分をちょっと出してみましょうか。さっきのですね。わかりますかね。足なしなす。 まあ,あの後で見ていただいたらわかるのかなと。縦読みで、えー、そういうようなふうに読むことができるんじゃないかということですね。えっ、ー、と、エトナ火山はイタリアのシチリア島にある活火山でギリシャ神話で有名なあテュポン。 同神話における最大の怪物が封印された場所と言われています。さまざまな伝説がある火山で世界遺産にもなっています。おそらくですけど、武井純子さんがですね、あの、知ってしまったあ闇、えー、世界の子どもたちが、えー、強大な権力者によって命を犠牲になっている、そんな世の中を変えたい。これを どうにか表にね出してえ世の中変えていきたいっていうような行動思いをこう起こそうとしようとしていたのにえまあそれは表から出ることなくああいった形でこの世のからこの世,この世からいなくなってしまったと命を奪われてしまったと。 いうようなことが、あのー、本当にこれは、実際に行われていたんじゃないかなと思います。えー、さきいじゅうごさんのインスタグラムに隠されたこの暗号ですね、これからも解読の方はしていきたいなと思っています。えー、今、ミー,ール・ハルマさんのですね、47都道府県日本製のアナグラム解読を進めているので、 えまずそれが終わってから落ち着いてから、えー、竹内ゆ子さんの暗号解読の方もしていきたいなと思っています。えー、それで、えー、春馬くんとのね関係性というかもっともっと何があったかっていう真実について、えー、触れていくことができると思いますので、えー、これからももっともっと真実追求に向けて、えー、活動を続けていきたいなと思います。えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。